船長が書くガチ恋ブロマイド楽しみにしてる。いや実はね、意外とガチ恋ブロマイド自分で書くのが今までだったらめんどくさかったんだけど、結構今書きたいんだよね。普通にマリンが自分でね、あのマリンのおっぱいのギリギリを攻めてみたいな自分です。でもその時気づいたの、ちょっとこの間ラフ書こうとしてさ、シグハックしてたんですけど、その時気づいたんですが、マリン画力が足りなくて書けねえわ、難しい構図が。結果気づいたんだけど、やっぱエロ漫画書く人って画力高いよね。だってさ、服とかで隠れるところもなく全裸で書かなきゃいけないわけじゃん。そしてさ、難しい単位がたくさんあるわけで、角度とかもさついてんじゃん、やっぱりいろいろと。いや難しいよなーって、すごいなって思った。エロ漫画描ける人の画力って。マリンにはエロ漫画を描く画力がない。でもエッチな絵を描くとね、そう上手くなる。そうそうそう、エッチな絵を描くとね画力が上がると思います。だからマリンはしょうがなく、いやいや、やむを得ずエロい絵でも描こうかなーと。でも船長が描いたエロイラストなんてめちゃめちゃ需要ありそうなのに表に出せないのが残念だな、マジで。裏垢作んなきゃ。裏垢作ってもバレたらバチボコに怒られるだろうから無理なんだけど。自分で自分の薄い本を、自分で自分の薄い本書いたらさ、へえマリン船長こんなこと考えてんだ、マリン船長こんなことされたいんだ、ふーんみたいになっちゃってめちゃめちゃ恥ずかしいじゃん。そんなのはできない。絵柄でバレる。船長の絵柄ってそんなわかんなくない？君たちがマリンの絵柄が見分けられるか試したい、マジで試したい、ガチで。うん、マリンの絵柄がマリンだってわかるのか試したい、本当に。わかる、あ、言ったね、わかる、あ、言ったね、言いましたね。試すわ、夏に。待ってて、君たちがわかるか試すわ。